お、え、そう、うなりよ、うなりよ。いけそうな気持ち。ちょっとジローさん、いやいや、さすがないって。ジローさん、いい加減にして。いやいや、それはない、ない、ない。ポロです。チェロです。ポロチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょう。食い気味ですね。どうしました。まあ、今日はそうですね、やっぱ僕の大好きな橋姫さんが掛け軸になってると。で、思いのほかね、もう見た目が良いと。そうですね。いや、このなんちゅうん、あんまりさ、そこまでエロに振ってない感じが俺すごい共感が持てて、うん、かっこいいじゃん。そうね、どっちかっていうとちょっとかっこいい感じね。これは欲しいな。何連回すかって言われてもちょっと困るけど、うん、100連結構回しますね。いや、一応さ、前回 70% で計算した70度、 70% 70% でしょ。で、計算したら105連なんですよ。あ、計算したんですね。で、俺久々さ、あの算数みたいな計算したけどさ、うんうん、計算式忘れとってから、何対何は何対何みたいな、で、この X は何みたいな、うん、そうね。俺結構ね、これでも数学得意な方だったんだけど、うん、あれ、これどうやるんやったっけって思って。いや、まあしないよね、計算。そういう、いや、老化やね、このエクセルに頼ってるこう数十年間がね。そうね、もう計算式を忘れさせたということで、ということで、まあ、チケット込みで100円、うん、お、チケットはちなみに30枚、なんで、まあ、石は70連分かな。あ、いいんじゃないですか、ちょうどね。うん、じゃあやっていきます。あ、ちなみにね、この SSR、 あ、 SSR ね。まあ、これもいい感じだけどね、なんかね、ちょっと無駄にエロい感じがしてね、ちょっとセクシーさ出してきてるね。いや、わかるんだけどね、ちゅう感じだけどね。まあ、俺は橋姫さんが欲しいんで、こっちで頑張ります。ダメよ、チケットなんかで出しちゃ。いや、出ないよ、さすがに。お、あ、 SSR だね。 SSR だね。なんでそんな嬉しそうなのなんで。いや、そこはね、うん、でもよかったね、無言の月ってなかなかないから。月なかったけどね。月あったよ。あった。あった。あ、ほんと。青い月が。はい、まずゲット。シーサイド、いいですね。うん、シーサイドももちね福岡ね。福岡、うん、シーサイドももちです。シーサイドももちありますね。はい、お、え、そう、うなりよ、うなりよ。いけそうな気持ち。ちょっとジローさん、いやいや、さすがないって。ジローさん、いい加減にして。いやいや、それはない、ない、ない、さすがないって。さすがに、さすがない。ほらほら、あ、いや、なんか出そうな気はしてたんだけどね。なかったよね。まあ、でも真逆、真逆じゃない、クリスマスの掛け軸だから。あ、確かにね。なんで運が悪いって言いたいの。マイラン、あ、なんとか乗り切れましたね、ジローさん。チケットで出すという悪行をね。危ない、危ない、危ない、危ない。さあ、こっからよ。こっからですね。うん、このチケットでもね、この交換のあれがたまるのがすごく嬉しい。これ嬉しいね、確かに。無傷でね。そう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 。まあ、でも70連して出らんやったら、もう行くってなっちゃいそうだけどね。いざ、半分だからね。なあ、つらたんやん、つらたんやんか。つらたんだったらお知らせしてほしくないよね。そうそうそう。ぼちぼちなんか来そうな気がするんだけどね。いざ、まあ、やっぱもう運気落ちたかな、この前ので。そうね。なんかこういうの多いよね。逆転現象が起きてるかも、俺とポールさんの運が。今ちょうど入れ替わってる。こう砂造形がくる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 って回るような感じ。その最中ね。うん。あ、暴力全開。暴力全開よね。ポールさんの歌い文句やね。暴力全開。暴力上等っていう。お、え、うなるね、よくうなるね、今日。いけそうな気がするの。あ、何回いけそうな気がするの。あ、トゥルル、見どころあったね。なんでもう終わったようなこと言う。嬉しそう。ここで来ないの。来ないね。すごいね、引っ張るね、今回ね。え、まあまあ、でも普通だよね、今までが出すぎてるから。
から私が10連で出たらちょうどいいと思う。まあまあ確かに、いやでもね UR めっちゃ出てるよ。いや出てる出てる、うん、すごいね。でもやっぱり推しが出ないとはいえ引きはすごい。そう、あそうやん、俺推しやけ出らんのやん今気づいた。ギョブさんもそうだもんね。そう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 、心してかかれ。なるほど、そういうことか。そうね、やっぱ貪欲になると気づいちゃうんだよね。あー欲しいってなる。おっ、あら、ここでとうとう。あ、いやこれはサンシャインは嬉しい。結構最近使ってんだよね。そうそうそう、流脈ないからね。いやその言葉いらんよね別にいる今の流れで流脈ないの、流脈ないの関係ないじゃん、なんもなんなんマジでマジなマジなんなん走り目出ないね急に急に出なくなったね、うん、もう最後の100年ですよ、うん、これで。あ、もう、うん、どうなるか。あ、終わった。あ、これはちょっと厳しいですね。いやー、これは。わあ、100年。行こう。そうなるよね。なるよね。ここで止めれるわけないよね。ここまで引いてさ、じゃあやめますなんてね。欲望に負けましたね。いやー、負けたねー。いやでもね、その、うん、結構運が良かったおかげで石はあるんですよ。4万ぐらい俺あったから。すごいよね。なんかまあコラボも乗り切れるかなとは思う、うんうん、確かに次も天井全然いけるもんね。うん、月が綺麗じゃの。 おここで出たらもう勝ちですよね。交換し放題よ。弾が少ないな。お、ドヤじゃなくて暴れるわよの方がいい気がするんやけど。なんかあるのかな、ランクが。来た、ここで来た。来たよ、来た、いけず姫。言った、わざと言った今。いや言いたくなるよね。なんかどうしても。こんなさ、100連を超えてさまよってる俺に言っちゃいけない禁止ワードを言って追い込みをかけるっていうね。いやもうだって覚悟できてるじゃん、天井の。まあまあそれはそうだけど、うん、お、ここ UR 確定でしょ、ここ。あ、そっか。もう初めてコンプリートって見たかも。お主の運命やり、掛け軸あんまり追わないもんね。そうね、でもキャラは割と出るよね。あれ、あ、トゥルル、トゥルルじゃない。 おー、最後の最後、とうとうここで来い。お、あ、あ、まあまあこれも嬉しいけどね、使うから。え、何連何連、あと20連、あと20連もういっちゃう。いやもういくよ、ここまで。いや十分だよね。ここでやめたりはしないよね、さすがに。いざ参らん。でもここでやめれる人って本当にすごい、忍耐強いと思う。まあ石がねなかったらもう物理的に引けないしね。まあそうだけどね。おめでとうございます。いや久々の天井来ましたね。ゲットですね。いやギルメンにもね心待ちにされてたんですよ。まだですか天井っていうあ、そっちで、はい。まあ、七夕だったということもあってね、うん、皆さん の, あの願いがね叶ったということでよかったですね、うん、お、ここで出たらまあまあ痛み分け地感じゃね、うんうん、この気配がいい。あるよあるよ、ママが待ってるよ。ここで出たらあんまりないよね、150連目で出すって、ね、うん、ここで出たらまあまあギリ、うん、な、またまたよ、ジェルさん、またもう優しさで言わなかった私優しさがある人最初から言わんけどわあ結局ね交換ですか。いやそうですか。いやなんか久々見ましたね本当に。そうやね、こっから俺の運が崩れ落ちていくんだろうね、うん、まあでも無事にね、うんうんうん、ゲットできましたよ。ゲットできました、おめでとうございます。もう推しなんでね、ここは、うん、使っていきましょう。使っていきましょう。ありがとうございます。
いや一人でね、うん、10分近く使ってしまったんで分けますか。あ、分けます。編集がしんどいんで分けましょう。いいですよ。はい、ということでね、次回はポロさんのガチャということで楽しみに。では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。